あった世にも奇妙な間違い探し、もうタイトルの通りですね、間違い探しゲーム。モナリザがあるけども、なんか変わっていくのかな、そのなんか異変を見つけてなんか報告していくみたいな、まあ、8番出口ライクなゲームなのかな、わかんないけど行ってみましょう。はい、人が忽然と姿を消す、こういった場合大抵は事件性のある人為的なものが原因である。しかしいくら喋っても何の糸口すらつかめず、神隠しとしか言えないような事件も存在する。そういった超常現象を専門とし調査する民間団体、パラノーマルインベスティゲーションズコンソーション、通称 PIC デスペルホテル1028号室。この客室に泊まった宿泊客が忽然と姿を消すという噂がネット上広まっている。その報告件数の多さから事件性のあるものとして警察も動きやし、捜査を行ったが何も見つけることができなかった。置きっぱなしの荷物や食べかけの食事、まるでその場から一瞬で消え去ったかのような現場だったらしい。何の手がかりもないように思えるが、我々にはこういった超常現象に対する専門的な知識や経験がある。だからこそ言い切れることがある。それは超常現象には必ずトリガーが存在しているということだ。ほう。失踪した日時とその状況を詳しく調べていくと、ある規則性があることが分かった。それはホテルのイベントホールでナイトウェディングが行われており、その際にバッハの名曲 G 戦場のアリアが演奏されていたことだ。そこで2名の調査員を送り、同じ条件でその部屋に泊まってもらった。その後調査員が持ち帰ったビデオログには驚くべきものが映っていた。眠りについてた調査員が一瞬にして消えたのだ。起きて作業をしていた調査員には何の変化もなかった。この部屋は本来シングルルームで定員が1名のため、観測者がいなかったというのがこの現象の詳細が不明であった理由なのだろう。ほう。さまざまな方面でその部屋を調べていくと、調査員が結束と同条件の時のみ時局が狂う、ほう、重力がやや弱まるなどの異常を検知した。これらを解析し扱えるテクノロジーとして製品化することが我々にとって最も重要な仕事である。調査員が消えた1週間後、救出に向けて現象の解析を進めていると、なんと調査員が帰還したとの報告が入ってきた。マジか。そしてどこへ行き、どうやって帰ってきたのか問うとこう語った、うん、そこはホテルのようで、ホテルではない別のどっかだった。エレベーターと通路、開かない客室、それと奇妙な出来事、死んだと思ったら1028号室で目覚めるんだ。最初はどうすればいいのかわからなかったが、ある法則性に気づいたんだ。それは最初の階から変化した、特定のものの数をエレベーターに入力すると下の階へ進むということだ。間違いの数を入力して下の階へ降りていき、ようやく1階へとたどり着くと、まばゆい光に包まれて気がつくと外へ出ていた。なるほど。だから10回成功しないとクリアできないんだ。この事件から今年で10年目になる。長えな。オカルト好きの私にとってこの事件はとても強烈なものだった。その後解析が進み、この現象の危険性は極めて低いことが分かった。行方不明となっていたものも長くても2週間ほどで発見された。今ではデスペルホテル1028号室は唯一無二のアトラクションとなっている。利用してんの？ホテル側は PIC への全面的な協力を、 PIC 側はホテルの技術提供とアトラクションとしての安全確保を約束し、両者は良好な関係を築いている。そんなこと利用していいの？何年も予約でいっぱいあったが、ついに今日自分の番が来たのだ。鼓動が高鳴り、思考が絡み合ってしまって思うように体が動かない。それでもどうにか支度を済ませ家を出る。向かう先はもちろんデスペルホテル1028号室だ。ストーリーすげえしっかりしてる。びっくりした。文章量の多さ。ってことで行きましょう。あった世にも奇妙な間違い探し始まった。ふぅ、やっと始められるんだな。ちょっとだけマウス感度上げようかな。まあこれぐらいで一旦いいかな。じゃあ行ってみましょう。ここがデスペルホテルで、1028号室に泊まればいいんだよね。ここら辺の客室には番号は書いていない。うん、あの奥か。いや、番号書いてないな。行っていいの？はい。これ？本当？合ってる？なんか後ろ側、いやでも赤い部屋が、そっか、オッケー。じゃあ行ってみよう。ここで一泊。うん、何年も待ったんだ。さあ楽しませてもらうぜ。閉じる。うん、おしゃれなホテル、綺麗ね。ほうほうほう。絵画が飾ってあって、真珠の耳飾りの少女、モナリザ、そして牛乳を注ぐ女、
何にでも牛乳注ぐ女ではない井上涼さん、はい、ん？デスペルホテル1028号室へようこそ。この度はご宿泊いただきまして誠にありがとうございます。早速でありますがご案内させていただきます。1028号室が特異な部屋であることはすでにご存知かと思います。これからあなた様が経験する特別な体験を楽しんでいただくために些細でありますが贈り物をご用意しておきました。紙袋の中に入っておりますのでどうぞお納めください。準備が整いましたらベッドでごゆるりとおつくろぎください。一生忘れられない特別な体験が待っていることでしょう。従業員一同あなた様の幸運を祈っております。支配人ペロペロザッケローニ、ペロペロザッケローニからだ。何にでもペロペロする男なんだろうな。はい、これが紙袋。その紙袋の中身とかは見れないの？なんかメニューとかは？アイテムとかは特にないのか。じゃあここで一泊すれば、あ、なるほど、時間が出てくるんだ。ベストタイムとかって、もう本当にアトラクションしてる。大丈夫なの？ここは？うん、普通にお手洗いで、うん、お風呂があると、湯船がある、素晴らしい。え、この部屋が変わるってこと？まあ寝るか。あ、待って待って、ここをちゃんと見る人なんだ。じゃあちゃんと見ていこう。白い額縁、黒、白で真珠モナ牛乳、新モナ牛乳な。はい、でここ雑誌が開いて置いてある。こういう家具のページ、うん、コンセントがある。この部屋が変わるんだよな。でその本の数は数える必要あんのか、心配だぜ。でクッション3つ、うん、丸い、そしてグレーで丸い柄。これ今頑張って覚えてるけど、ここが舞台じゃなかったらどうしよう。いける、一泊寝ましょう。ふぅ、あ、で枕は、あ、G 線上のありゃ買っている。ここはちょっとあえて大声で喋らせていきます。なんでかというと、こういうクラシック音楽も結構YouTube のこう審査引っかかったりすることもあるんですよね。それが怖いんですよ。だから喋りつけなきゃいけない。で、ま、枕はね、グレー、丸いグレーでした。はい、OK、もう音楽終わった。はい。はい、クラシックで引っかからないように大声を出しました。さあ行ってみよう。変わったか？あ、ここのハンガーの数見てなかった。あー、どちくしょう。あ、そう思ったらごめん、こっちも、あれ、指完全にミッキー、ミッキーじゃねえかよ。やーべ、ここ見てなかった、ちゃんと。やーべ、まあ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 、あ、ここもね、そっか、大事だった、やーべ。まあ、とりあえず覚えてるところ、ああモナリザがびっくりしてる。いいね。あ、そっか、待って、牛乳注ぐ女の服の色って青で、まあ合ってたか。つか、そういうところもかん、なるほど、そっか、絵画の中身も変わんのかい。ここ大丈夫、はい、ここ大丈夫。ここの角度で、ちょっと待って、これは日誌。この空間は実に面白い。まるで様々な世界が混ざり合ってるかのようだ。どうにかこの空間を制御できないものかと試行錯誤しているが、ここ数年大した進歩は見られない。ルールが100個あったとして、我々は制御できるのはせいぜい 2,3 個程度だ。何か大きな技術的プレイするが起こらない限り進展はないだろう。そういえば最近上層部が慌ただしいようだったが、何かあったのか。この前のサンプルの件だろうか。まあ自分のような下っ端にはきっと関係ない話だろう。これはつまりあれか、調査に行った人の日誌か。で、この右クリックしたら、ノン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 、ミッキーの手でノンノンノン、これ何なんだろう、これ。うん、大丈夫。あ、変わってる。真珠の耳飾りの女のそのターバンは青だ。あの青が美しいんですよね。あれ、牛乳注ぐ女の服の色って青だったっけ。あれ、黄色系じゃなかったっけ。で、本は大丈夫。まあ、つまり今2つ異変がある。で、その数をカウントする場所はどこなんだろうね。で、ここ、うん、大丈夫大丈夫。いや、今までね、そうやってね、2週間程度でね、みんな出てこれたって言ってるけど、今回その戻れるとは限らないわけじゃん。それ恐ろしくね。それが
俺ってことか、ニュートベロパ、ニュートベロパ大丈夫で、オブジェクトは5つ、違う、あ、6つでいいのか、6つ、はい、そうですね、ワンちゃん、インコちゃんで、ここはマジでやべえ、やっちまった俺。今覚えとこう、うん、横顔の男性、その同じ向きでそっちを向く女性、うん、哀愁がある、そしてこのポーズ、全員腰に手を置いてる3人の男性と、こっちでは上1人が、うん、腕を広げてて、残り2人はポケットに手を入れたりしてんのかな、そんな感じ。人数多いよ、なんか1人ちっちゃいさ、バンジョーとカズイの神社みたいなやついない、神社っていうやつ、トイレットペーパーのそこ黒か。2つ変化がありましたというのを考えて出る、さあ出れるのか。あ、そしてエレベーター、待って、ここの通路は変わんないよな、さすがに、うん、さあエレベーターに行ってその数を押すと、お、書いてる、左クリックをカウントアップ、右クリックカウントダウン、なるほど、ルール、10階のものを覚える、下の階行き10階と違うものを数える、うん、うん、エレベーターに間違いの数を入力する、1階たどり着くと外に出られる、あ、もしかしてまだ変わってなかった、いや変わってたはず、そうだよね、モナリザ変わってたし、 OK、 じゃあカウント、待って、ここも変わるのか、サンセットガンマンがいる、いや漁をしてんのか、まあまあまあこれでいこう、カウントアップ、あ、これか、待って、クローズしちゃった、あれ、カウントアップのボタンはどれ、カウントアップのボタンどれ、いや、こっからか、うん、どう、10階、あ、こっからか、覚えよう、お、あれ、待って待って、俺はなんだ、心配すぎたのか、ここで覚えるものを出してくれんの、提示してくれんの、ランプの形状、ドアの色、絵の絵柄、コインの柄、コイン、コインなんかありました、今までの覚えてる時間なんだったの、ランプ、ドア、絵、コイン、これでいいってこと、もうアトラクションしてる本当に、わ、なんだあの部屋のもの全然関係ないのか、これこの通路、あ、でこっちは別に関係ないよと、はあ、スタッフオンリー、関係なかったの、マジで何だったの、絵の絵柄ってのはこれも含まれてるよね、指紋なんかぶられるか、はい、これ素敵ですね、ちょっとフルダトチックで、うん、これも素敵ですね、はいはいはい、なるほど、まあこういう感じでした、で絵の絵柄、普通のモナリザ、手を組んでるのは右手が上、これは正しいよね、はい、でムンクさんの叫び、これ俺実物見に行ったけど本当にすごいパワーあったわ、素晴らしい、でカバンは別に覚えるという指示はないからいいんだよな、きっと、あ、ドアの色か、黄色、水色、あ、待って、順番に覚えるんだとしたら黄色、赤、水色、ピンク、黄色、赤、水色、ピンク、まあ多いな、あ、黄色、赤、水色、ピンク、黒、緑、白、赤、エンド、わあ、マジかよ、多すぎるよ、で、あ、あったやつだ、これね、うん、ちゃんと神社いる、よし、オッケー、神社をいっぱい集めると、1枚ジグソーパズルのピースがもらえます、それはバンジョーとカズイのゲームのルール、そしてこのコインの柄、で天使、天使、はい、で横顔のマルスみたいな、あ、違うか、彫刻像でよくあるあのマルス像みたいな感じで横顔向いてるやつ、お前も横顔向いてんじゃないかよ、エリザベス女王みたいな、あ、書いてあるね、エリザベス女王、君誰なの、わからないけど、リンカーンっぽい人、はい、そしてこれは、なんか神様、なんか仲裁してあげたのかな、二人の若者が喧嘩したのに、まあまあまあお互い非を認めなさいって感じでね、仲裁してる、いい神様、そんな簡単な話ではないと思うけど、はい、そして、うん、猫ちゃんいっぱい、これも絵画に含まれてるよな、
その数は覚えられん。あ、ランプの形状も言ってたな。全部普通だよな。うん、普通だね。あ、ついてるランプの数とかそういうことか。1,2,3,4、 ランプは4つついてます。形は全部一緒で、1個だけ、バックがかかってる。はい。で、多いな。これは映画ポスターかな。ジョン・ギルバート、うん。そして見るからに貴婦人、うん。その顔で本当に映画ポスターとして一番良かったのか分かんないけども、はい。うすら笑顔貴婦人、そして可愛らしい少女フェアリーテル、おとぎ話か。うん、オッケー。ジョンうすら話、ジョンの薄っぺらい話を覚えましょう。はい。そしてそうね、真珠の見方に少女、ちゃんと真珠がある、青いね、ちゃんと。そして、あ、ほら、やっぱりそうだね。あ、なるほど、下の色と上の色がちゃったんだ。正しくはこの色だよな。うん、牛乳すごい女。オッケーオッケー、よし。まだまだある。これはクリスマスのポスター。うん、この青が綺麗ですね。はい。星がある。で、これはなんか民族的な、うん、女の子が写ってる。鳥は2羽、うん。まあまあ、とりあえず1回目はし、これぐらいでいきましょう。はい、覚えたってことでいく。で、ここではと、あ、まだ待って、ここも変わってんじゃん。猿が、鏡を見て、これが俺って顔してる。そしてこれなんだ、カエルか。うん、カエルのセクシーショット。いや違う、釣りをしながらもう寝ちゃってんだ。はいはいはい、まあどうでもいいか。で、ここでは特にカウントする必要ないからクローズ。うん、そして多分また10回でしょ、ループするんだよねきっと。めっちゃよくできてるゲーム。あ、9回いった。あ、10回で覚えて下がっていこうって話だもんね。オッケーオッケー、よし、じゃあ9回頼もう。やべ、ドアの色の順番もう忘れたやばいわこれは、これはやばい。で、あ、もう変わってる。うん、指紋は OK、 ここも大丈夫。これも多分あ、こんなに複雑だったっけ。いや OK、 うん、これが違う違う、元の絵が思い出せないけど明らかに違う。で、ランプの光ってる数1,2,3,4、それは OK じゃないか。で、形状も問題ない、カバンかかってる、よし。色やばい、黄色、赤、水色、ピンク、いやでも合ってる気がする。黒、緑、白、あ、こっちにも赤あったはず。うん、1個、ドアで1個ある。そうね。そして絵画、モナリザ OK、 うん、ムンクの叫びも OK、 カバン OK。 で、ここ、人情ちゃんといる。いや待てよ、人数減ってねえか、上のやつ。いや減ってないか、覚えとこう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人、うん、10人 OK、 いいよ。そしてここ、仲裁の神様、そしてエリザベス女王、リンカーン、合ってる、うん、コイン問題なし。そして、全部ちゃんと猫ちゃん、あ、いや全部猫ちゃんだったはず、変わってる。ウサギがいる、ウサギがこれは狼か犬をマックしちゃってる。走れ走れと、すごい関係で変わってる。うん、こんなんじゃなかった、マフィア映画っぽいな。1枚変わってる。そして変わってる、色が違う。うん、これは OK だね。うん、そしてここは変わってない。じゃあ整理しましょう。ドアは1、あ、なるほど、うん、もうクリックしたらちゃんとカウントしてくれるんだ、助かるわ。
1位、そして2位、そして3、4、してここは大丈夫で、ここも大丈夫、ここも大丈夫で、ここ、はい、ここで変化があったのは5つ。よし、 OK。 遊びやすくて面白いな、これ。さあ9階です。8階へ降りれるか。あ、ここでボタンで5を押せばいいと。はい、5つありました。そしてクローズ、かかってこい。あ、待って、ここもあった、やべ、あやっちゃった。正解は7つだった。あ、合ってた、ありがとう。あ、なんだ、じゃあエレベーターは別にいいんだ。ビビらせやがって。8回、まあ、待って、ルール的に、あ、もう戻れね。10回と違うものを数えるんだよね。だからさっきの9回と違うものを数えるんじゃないよね。そこのルール曖昧だった、ごめん、やっちゃった。黄色、水色、ピンクだったはず。こっちが、まずドアから見ていこう。待って待って、飛んでるな。いやー、怖い怖い。お前らこの数関係ないよな。おもろー。あれ、黄色、水色、まあ、めっちゃ来るな。黄色、水色、ピンクだったはずやな。って考えると、あれ、ここもここも違うんじゃないか。おい、うるせえな。え、どうしよう。あ、違う、黄色、赤だ。黄色、赤、水色、ピンクだったはず。そうだね、黄色、赤、水色、ピンク、うん。で、黒、緑、黒、赤、あ、白なかったっけ。白あったよな。ここは黒だっけ。ここ白だ。はい、3つ目。よし、戻ります、みんなと一緒に。そしてモナリザ、オッケー。ムンク、叫びすぎ。はい、おめえ叫びすぎ。そしてここの絵画、指紋、フルイドアート、幾何学模様、合ってる。で、ランプの数、ランプ1、2、3、4つ光ってる。形状も問題なし。8、うるさい。そしてコイン、天使、リンカーン、エリザベス、仲裁の神様。その細かいもの変わってないよな。いや、どんどん難しくなってくんじゃねえか。そしてここは何、 1,2,3,4,5 2,4 やと神社いる、 OK。 そして人の形変わってない、変わってない、 OK。 楽しい。そしてここ、猫ちゃんだけだったはずだけど、オールキャッツ、オールキャッツ、オッケー、カモン、レッツゴー、オールキャッツ、ジョン・ギルバート、うすら笑顔の、違う、お前違う、おとぎ話がたず。そしてメリクリの、うん、民族ちゃん、鳥は2羽、以上かな。そして、あ、ごめん、これは大丈夫で、はい、何にでも牛乳を注ぐ女、これ違う、はい、6つ、以上。順調じゃねえか、ここ関係ない、これが俺。はい、6でいいよね。うん、そうね、10回と違うものを数えるだもんね。よしよしよし、 OKOKOK。 さあ次来い、ピンポン、ピンポン、どうだ。オッケー、いける。俺こういうゲーム絶対苦手だと思ってるけど、思ってたけど、いけてるかもしれない。待て、なんか暗いな、こんな暗かったっけ。あれ、ランプが光ってる数は1,2,3,4、数は合ってるだけど、あれ、こんな暗かったっけ。いや、こんなもんか。はい、分かりやすい異変はとりあえずなしで、黄色、赤だったはず。黄色、赤、水色、ピンク、そして黒、緑、白、赤、
ドアは合ってる。また形は問題ない。俺今日冴えてる日じゃね。そしてはい、モナリザ驚きすぎ。はい、そしてムンク大丈夫、カバンかかってる。うんこのモナリザの顔面白いいね。そして指紋フルイド幾何学、それうんいいね。ケセランパセラみたいなやつ。よしよしよし、オッケーオッケー。ランプ素材変わった。それはひどいよな、変わってたらな。そして西ロヤと人数の数大丈夫、人情もいる。そしてみんなのポーズも問題なっすい。はい、コイン仲裁の神様、待って、あ、大丈夫か。うん、問題なし。エリザベス女王、リンカーン、天使。あれ、これ天使が何してんだ、絵描いてんのか。まあでもそうだったよね。うん、そして猫ちゃん、猫ちゃんは、はい、またウサギに、うん、入ってるね。じゃあ大丈夫、これで3つ目。え、待って、黒緑白、あ、赤ね、OK、え、ジョン・ギルバート、うん、うすら笑顔、おとぎ話。そしてここも大丈夫、大丈夫。今回少ないな、本当に。え、もう終わっちゃうよ、ないもんね、ないわ。うん、3つで OK、 本当に。光ってる場所とか、それはひどいよ。あ、それありうるな。なんか最初さ、暗いなと思ったじゃん。ついてるランプの場所だよ、ここ光ってなかったっけ。うわー、いや、お勉強台と思って行ってみるか。そうね、ランプの光ってる場所、左右どっちとも3つ目、いや違うか、右が4つ目、左が3つ目、右3つ目、左2つ目。ちょっと自信ないけどこれでいくわ。うん、考えすぎかもしんない。 OK、 じゃあ3つだ。はい、お願いします。間違ってるとしたらランプ。うん、オッケーだ。じゃあ考えすぎだわ。はい、1個目はい、1個目ね。うん、なんだこれ、6階、あれ6階だっけ、あれ6階、7階じゃないの。これも異変、これ、いやでも10階と違うものを探して、いや待って、俺が頭バグってんのか。はい、まずはランプ光ってる場所、じゃあ問題なし、1、2、3、4、4つで形状問題ないはず。うん、じゃあ待ってよ、まずドアね、黄色、赤、水色、ピンク、 OK、 黒、ん、いや緑、はい、こっちがで白、赤、これで2つ目。そしてモナリザ問題なし。うん、ムンクさんも大丈夫。そしてこちらの絵1枚変わってる。うん、そしてこちら西ロヤと10人いる、神社 OK、 みんなのポーズも大丈夫ね。うん、変わんねえなこれ全然。そしてバックも大丈夫。うん、仲裁、エリザベス、リンカーン、天使。色変わってるとか、いや大丈夫か。で猫ちゃん、猫ちゃんはオールキャッツ、オールキャッツ、オールキャッツ、オッケー、オッケー。うん、そしてここの絵変わってんね、君誰、探検隊。はい、そしてここオッケー、ここオッケー。うん、耳飾りの女大丈夫。うん、牛乳の方も大丈夫。4つか、まあでも少ないパターンもそりゃあるって前回分かったし、じゃあ4つでいきますよ。
はい、オッケー。4つお願いします。はい、サードだ、来い。あ、違った。やり直しでいいの？優しい。最初っからじゃないんだ。あ、優しい、めっちゃ優しい。これにみんな2週間も勝ったの？嘘でしょ。まあいいや。何が違った？ちょ待って、そもそもさ、あ、まずこれ異変だよね。明るすぎる。はい、うん。え、鳴った。これも異変？うぅ、なに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 、スプリンクラー、これも、うわぁ、いや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 、異変？これも異変？これを何個と数えたらいいの？これ、まあこれが1個の異変。赤い水がジョバジョバ、これが異変で、ランプが光ってないのも異変と数えていいのか。ああ、ちゃんと手立てしてる。うん、こっちへの配慮は。え、これどんどん水かさ増してる？水かさ増してる？いや増してないか、時間制限かと思った。いや増してねえか。やろう早く。え、黄色、赤、水色、ピンクの黒、緑、え、白、赤、大丈夫、オッケー。いや水かさ増してんなこれ、やべやべやべ。問題大丈夫、オッケー。文句大丈夫。はい、そしてここ大丈夫、大丈夫、オッケー。うん、待って、指紋の感じ大丈夫ね。増してる、やべ。あ、おめえ全然違うじゃねえかよ。オッケー。そして見なかったゃ、あ、色はやっぱ違ったのか。仲裁、オッケーオッケーオッケー、よし。そしてウサギにいる。そしてジョン・ギルバート、オッケーオッケーオッケー、薄ら笑いのおとぎ話の、君ら大丈夫ね、大丈夫、オッケー。こっちはだ、おめえちげえじゃねえか、誰だおめえ。ああれ、これ俺知ってるかもしんない。待てよ、オッケー。あー、もう出ます。あぶねえ、ひでえよ、この妨害はひでえよ。これ待ってたらあれかな、こっちまで溢れてくんのかな。あ、いや、この防波堤もどんどん上に上がってる。じゃあ OK か。ふぅ、すげえな。はい、行こう。はい、どうだ。いや、ランプが光ってないのあえて入れなかったけど、あれも入れる？オッケーね。うん、じゃあ明かりは明かりとして1個の異変と、はい、暗すぎる1個の異変。異変5回。ま、怖いよ。いやー、異変だ。バイオハザード化していると異変ね。黄色、赤、水色、ピンク、あ、これ大丈夫、触れて大丈夫。やばそうじゃねえかよ。事実と死ぬの俺。マジで？あ、危ない危ない。あ、ピンクじゃない。黄色、赤。うん、黄色、赤、水色、ピンク、赤、黄色。抜ける。抜ける。で、黒、緑、白、赤。ここはオッケー。うわー、マイモードじゃねえかよ。あ、来てる来てる、無理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 、危ない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 って。え、どこまで？どこまで？危ねえ。なんじゃこのゲームは、面白すぎんだろ。これ大丈夫ね。で、モナリザさんは大丈夫？モナリザ、ムーン、いやもう見づらいな。モナリザ、ムンク、カバン、西ロヤと、はい、10人、尋常、ポーズ OK。そして怖いよ。え、中、待って、色変わってる？光の感じで変わるだろこれ。え？いや大丈夫じゃないか。うん、柄は変わってない。色かなやっぱり。いやでもさっきあったし、いっか。 OK ね。して、もう来んなよあれで。オールキャッツ、オールキャッツ、うん、ジョン・ギルバート、あ、違う、変わってるこいつね。うん、そして大丈夫大丈夫、うん、問題なし。
でここも問題なし。ランプの形状も問題なし。じゃあ行きますか。これ抜けるのが一番むずい。え、むず。今だ。よし、すげえな。はい、4つ、お願いします。このゲーム仕掛け多くてめっちゃ面白いじゃん。素晴らしい。はい、どうだ。あ、違ったの。え、何が。コインの色かな。でまた5回お願いします。あ、落ち着く。普通だ。普通が何より。ランプは4つ光ってるでしょ。形状問題なし。そうね、4つ光ってる。うん。そして次ドア、黄色赤水色ピンク、黄色赤水色ピンク、黒緑白赤、はい問題なし。そしてモナリザ、はい君違う。ムンクさん OK。 こっちは大丈夫。うん、あ違う、めちゃくちゃ謝罪してる。いや違う、これ女性の手からなんか落ちてる。地下なんかバイオレンスの絵に変わってる。でこれも変わってると言っていいよね。はい。でうわーなんか怖くなってる、恐ろしい。そして神社いる西ロヤと OK、 人数大丈夫。うん OK、 今のところ4つで、コイン、コイン大丈夫。色これが正しいよなきっとな。あ変わった、やっと。これ違う。うん、そうね、シルバーっぽいのが右2つでブロンズ、まあ、ここは分かんないとして、いや色はなやっぱり無視してもいいのかな。でこっち、うん、オールキャッツ問題なし。そしてここは大丈夫。うん、いいね。でこっちは大丈夫。5つかな。ここも大丈夫。じゃあ5つ、はいお願いします。どうだ。はい、いやこれは言ったでしょ。まあ聞いててくださいよ、ピンポンという音。はい、どうもどうもどうも。よし、OK ね。さあ、4回。さあ、どうだ。わかりやすい異変は来るんじゃねえのか。ほら、来たなんだこれ。わあ、見づらくなってる。で、これ OK。ムンクさん大丈夫？ムンクさん OK。指紋 OK。うわあ、位置変えられるのしんどいな。これあるでしょ、大丈夫ね。ケセランパセラン、西ロヤと、うん、西ロヤと、OK、人数大丈夫、神社いる、大丈夫。はい、モナリザ OK。君なかったな。はい、1つ。そしてランプの光ってる数、4つ。それ大丈夫そう。黄色、赤、水色、ピンク。はい。そしてこれは大丈夫。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 うん、問題なし、問題なし。減ってるとかないよな。うん、大丈夫ね。メダルも4枚、1234枚ある。そのうち1個は変わってる。うん、オッケー。はい、みんなどうもね、見やすくしてくれて。そしてオールキャッツかい？オールキャッツ。待って、黒。あ、変わってる。はい。ここ緑。黒、緑、白、赤。ここ違う。はい。うん。そして、ランプも大丈夫で。うん。ちょっと待って。おとぎ話あるでしょ？うん、メリクリある。で、牛乳大丈夫。大丈夫でしょ、フェルメール。そしてこれも大丈夫、大丈夫。うん、こんなもんか。
あれ終わり？あとそれでしょ？じゃあ4つ。はい。え、異変4つ？本当に？もう一回見てもいい？まずこの絵が浮いてくんのが1個、うん、絵が1個、メダルが1個、ドア、うん、大丈夫か。今んとこ2つでしょ？うん。で、さらにドアが2枚違うので4つ。で、絵は全部変わってない。うん。あ、絵踏んじゃった。ごめんね。そうね。全部変わってないもんね。じゃあ4つだ。あ、こんなもんか。はい。じゃあ4つ。お願いします。はい。さあどうだ。確かにこのホテル楽しい。あ、違った！え、何が？何違った？うわ、なんだこれ。どういうこと？まずこれ1。え？生い茂ってる。こんなホテルあったらなんか、来たくなっちゃうよね。え、見づらー。見づらー！明るさないのはしんどいな。どうしよう。まず見てこっか。これ大丈夫でしょ？指紋大丈夫。もう大丈夫大丈夫。黄色、赤、水色、見づらいな。で、ピンクある、大丈夫。怖いって。で、モナリザ大丈夫。ムンク大丈夫。この絵は西色やと、うん。で、これ怖い。二つ目でしょ。で、メダル、でっかくなっちゃった。マギーシンジ、でっかくなっちゃった。これ違うね。こんなんなかった。もう2枚のメダルは？どこ行った？あれ？メダルは？あ、これか。大丈夫。大丈夫。そして、ピンク？いや、違う。これ黒。黒、緑、白、赤。黒、緑、白、赤ね。で、オールキャッツ。うん。はいはいはい。そしてこれも大丈夫大丈夫。うん。あ、これ見づらくされるの難しいな。これ違うね。はい、色が違う。これは大丈夫。以上か。あ、まだある。で、メリクリ、おとぎ話、うん、 OK。 じゃあ5つ。これはいったでしょ。はい、待って。ランプの形状、いや、問題ないか。うん、光ってないってことも一個の異変と数えたらもう一個だけど、いや、これはもう空間としての異常だから、これでいいんじゃないかな。はい、5。はい、お願いします。いや、これマジでさ、リアル脱出ゲームとかでさ、こういうのやったらすげえ楽しそうだよね。うん。明かりってこと？また暗い。異変1個目。そんで？え、ずっと暗いの？あ、暗いな。緑、赤、水色、ピンクじゃない。はい、1個目。あ、2つ目か。そして、モナリザ、大丈夫。ムンク、大丈夫。コイン、仲裁の、エリザベスの、大丈夫だね。問題ない。これ違う。上は大丈夫。西ローヤと。あれ、なんか若干違う気もするけど、いや、気のせいか。うん。で、ここも大丈夫。うん。暗いというのが一個の異変として。あ、じゃあさっきもそうだったのかな。その、ね、緑が生い茂ってる、かつ、ランプがついてない。っていう異変として数えたが良かったのかな。で、これオールキャッツでしょ。猫男爵にゃー有吉さん。で、黒、緑、白、赤。はい、オッケーオッケー。ここ大丈夫。うん。ここも大丈夫。いや、違う。うわ！
びっくりした。怖いって。これもじゃあ2つ分か。うん、2つ。はい。今何怖で、こう、うわ、びっくりした。1個、もう1個異変。え、キモいな。集合体恐怖症にきついやつじゃん。じゃあ6つ、6つでいこっか。はい。あのボロボロ落ちるの怖。じゃあ6、お願いします。さあどうだ。なんで、あの集合体は1個として数えるべきなの。え、踏切これ1個の異変。え、怖。え、黄色、赤じゃない、水色、ピンク、ん、赤、これ赤だな。はい、もう1個異変。そしてここ大丈夫、ここ違う、モナリザ違う、ムンク大丈夫。うん、西ロヤトケの問題なしで、違う、オッケーオッケー。怖い怖い怖い。え、嘘でしょ、嘘でしょすごいな。え、これ死んじゃうのかな、言ってたら。まあオッケーね。はい。で、黒緑白赤、あっちが変わってる。待って、このシャンさ、こういうのもさ、見た方が良かった。いや、それは指定されてないから大丈夫か。で、オールキャッツ、うん、で、これ違う、大丈夫ね、大丈夫、フェルメールは大丈夫。うん、うん、で、これも大丈夫。じゃあ7つかで、いいんだよな。踏切と電車が来るはセットでいいとして、ランプがついてないのもセットでいいんだよな。本当にランプの形状って書いてたじゃん。形状、形状はさ、一回も変わってないんだよ。ついてるかついてないか。いや、7つでいこう。はい、 OK。 どうだ、お願い、もう4回終わらせて。ダメなの？え？え？数え方の概念が違うのか俺。普通だ。普通助かる。黄色、赤、水色じゃない。はい。で、ランプが光ってる位置大丈夫。見ていこう。問題なし。うん。問題なし。問題なし。うん。して大丈夫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 。うん、優しくなってる。いや、これ違うな。そして西ロヤトケ、うん、で水色、ん、違う、はい、黒緑白赤大丈夫ね、これで OK。 うん、一個異変があった。でオールキャッツ、うん、いや、地味にこの猫が変わってるとしたらすげえ厳しいよな。で、ジョン・ギルバート、うん、 OK ね、全部大丈夫。うん、で、違う、 OK、 OK、 4つ、4つです。ランプの光ってる場所も問題ない、形状も問題ない。ない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 。ない。よし、行こう。4。これで勝負に出る。かかってこい。どうだ。オッケー。ふう。さあ3回。ゴールが近くなってきた。何か起きる、何か起きる。
まずは黄色赤水色ピンク問題ない、形も大丈夫、ここも大丈夫。あ、ついに変わった、形状スクエア、これだ。あ、これ多分俺どっかに逃したな、きっと。そうだわ、こんな風に変わるんだ。ふう。で、モナリザ、ムンクさん、うん、ここ、あー変わってる、はい。で、あとは大丈夫だね、うん。そしてカバンも大丈夫、ここも大丈夫、うん。大きい変化は今回ないね。あ、一頭混じってる鹿だ、鹿かトナカイだ。オッケー、あ、多分俺これ逃したんかな、きっと。そうね、あ、そうだわ、ずっとこのウサギばっか見てたもん。オッケー。そして黒緑だから違う、白で赤だから違う、そんでここは大丈夫、うん、ここも大丈夫、うん、いいね。でこっち、あー、びっくりした、うわー、なんだおめー、びっくりした、あーローラーの魔人だ、ローラーの魔人だ。おー、どこ行くの、はい、異変。おー、もうよー、なんだそりゃ、なんだそりゃくそ面白い、バカ面白い、ワイヤー面白い、なんまる面白い。さあ、そしてこれ、あれ、俺これ数えたっけ、うーわ、ひでえ。いや、これ言ってなかった、7つ、うん、一応もう一回言ってこう、緑、白、赤、はい、あっ、変わってる、これも、もう一個、ランプってなって、これもある、じゃあ8つ、また最初から数え直した結果8つということになりました。よし、これでいこう、8つです、お願いします。はい。もう最後まで楽しませてくれそうじゃん。はい。どうだ。なんで？なんかあったっけ？なんかあったっけ？やっぱ下手じゃん俺このゲーム。見ていこう。黄色。赤、水色、ピンクで、モナリザ、ムンク、問題なし、ここ大丈夫、ここ一個大丈夫、ランプの形、形状が、うん、オッケー、問題ない。で、ここは変わってる、1枚変わってる、うん。で、ここ鹿がいない、全部猫、うん。そして黒、緑、白、赤でいいんだよね、うん、黒、緑、白、赤で問題なし、でランプの形状もみんな一緒、うん。で、このポスターも大丈夫、少ないな、うん、大丈夫、少ない、大丈夫、3つ、本当に光ってるランプ4つ、いや3つでいいのか、じゃあ急に優しくなった、オッケー、はい、オッケー、お願いします、さあ来い。オッケー、ふう、2回行くぞ、
変なことは起きちゃいねえ。黄色、赤、水色、ピンク、ドアは大丈夫。ランプの形状、うん、こっち側は問題なし。そして大丈夫、うん、西郎屋といいよな、問題ないな、うん、でこれは違う、うん、でモナリザムンク大丈夫だし、メダルも大丈夫。これ少ない、少ない、不安になる。え、しかもウサギもいない、うん、大丈夫。あれで黒、これ違うね、黒、緑、白、赤、そしてあ、1枚変わってる。はい、気球なんかなかった、カールじいさんみたい。そしてここは大丈夫、うん、ここも大丈夫。あれ3つ、本当、本当に。ランプの形状も大丈夫だもんね。もう2回よ、もっとあってもいいんじゃない。いや、ないならないでしょうがねえ。よし、もうクリアしちゃおうぜ。もう十分楽しんだ。はい、3回じゃあ3つだ、3つで終わり。さあ2回さよなら。さあ1回もやんのかな。いや1回までいったらゴールか。違うの？え？何が違った？マジで。今の大きい変化がなかったからこそすげえ悔しい。え、何今の。じゃあまず黄色、赤、水色、ピンクじゃないから OK、 1個目でこれ違うね、1個、うん、あと大丈夫。モナリザ大丈夫でしょ、ムンク大丈夫。ここ西郎屋と人数大丈夫、うん、ん？黄色、赤、水、そうね、空も指摘した。で貝が1枚指摘した。次メダル、合ってる合ってる合ってる、違う、3つ目、うん、で黒、緑、白、赤、赤かそれ、うん、赤だね。でここも大丈夫、うん、オッケーオッケー。そしてポスター1枚違う、はい、うん、でここ問題なし、うん、ここも大丈夫、うん、4つ、ランプの形状見てませんでした、すいませんでした。5つ、そしてこっちは、こっちはないか、うん、光ってる数も4つ。じゃあこれで OK です。はい、おしまいです。はい、香川照之、大和田常務、はい、倍返しだと。最後どうだ、オッケー。さあ1回フィニッシュ、やった。まばゆい光ってこういうこと。どうも、ん、なんだ、え、え、終わりだよね。あ、終わった。素晴らしかった。はい、ありがとうございました。黄色、赤、水、あ、もう 見る必要ないんだろうけど見ちゃうな。もう絵画は全撤去。主題歌も作られてたんだ、素晴らしい。へえ、もういいんだよね。はい、てかさ、めちゃくちゃいいゲームだったね。でここはあれ、あ、なにこれ、オマージュ元への敬意、8番出口風な通路。え、そうだよね、わあ、リスペクトもある。これ何
え、行っていいの？わ、なんか本当にいい家だなこれ。ここ何？これ何？え、僕どうなっちゃうの？え、落ちんの？え、落ちればいいの？何そのうつエンド。行きます。ありがとうございました。あ、そしたら目覚めると。エンディング 1-1 デスループ、まあ、とりあえずエンディングは1個しかないってことで、デスループ？え、死ぬってこと？え、このゲームってうつエンドだったの？いや違う、目覚めた。あ、でベストタイムがそこに出るんだ。面白。うん、でもう出てもいいのかな。もう異変だらけじゃん。あ、もう数えても意味はないか。へえ、開ける。うん、最初のあのこの部屋を覚えるあの時間何だったんだろうな。恥ずかしいからカットしようかな。じゃあもう出ていいんだね。ニュートベロパとかマジ何だったんだろうな。はいはい、開けまして、ありがとうございました。え、普通に帰れる？うん、クローズ。あ、いや、これはもしかして、これはもしかして、あ、あ、これはもしかして、そういうことですか？え、嘘でしょ？嘘でしょ？嘘でしょ？やめて。